お疲れちゃんです。ラッツです。ということで、今日もね、暮らしロイヤルやっていきたいと思うんですけども、今日はですね、こちら、新大スパーキーラムライダーってことで、まあ、いろいろぶっ込んでるデッキにはなっちゃうんですけども、これね、実際ね、ラムライダーの枠が多分本番は工場バーバリアンだったと思うんですけど、実際にこのプロのね、クララリーグの試合でも使われたデッキです。実際ね、ということで、今日は使っていきたいなと思います。さあ、どうですか兄貴。これは攻撃ね、パッコミこんな強そうではないかもしれないんですが、いや強そうですよね。まあ強攻撃強いらしいね、うん、ぜひ皆さん使ってくださいっていうかね、実は攻撃かめっちゃ新鋭改革パーティーとか入ってて重そうに見えて若干高回転じゃない。あ、そうなんですよね。スパーキーと新鋭隊入ってラムも入ってるんで重いように見えるんですけど、トリトンとゴーストが3コス3コスで、コウモリと雪玉がね2コスで、まあマスケも4コスなんで、回そうと思えばそこの5枚で回っちゃうんですよね。はいはい。なんでなんか思ってるほど重くなくて、逆にねなんか空をね回したいときは空を高回転でこう回せば空にも全然戦えるっていうのでね。なるほど。なんかね意外と重いんですけど、それ以外がちゃんと軽いっていう、ね、回せるデッキになっております。というわけでとりあえずね、まあ、様子見できるカードがいっぱいあるんですけど、ゴースト安牌、ゴースト安牌でね、工場バーバリアン、いやそうですね、こうまあトリトンで適当に受けつつ新鋭隊も、ね、出していきたいですね。スパーキーもこの後に相手がやっぱ何か出すと思うので、アイゴレ工場、アイゴレ工場って珍しいですね。まあおお、30しか勝てないもん。これ30しっぽいですよね。もう構えが30しですよね、これも。だって僕もこの時使ってたもん。うわー、ちょっとやっかい。ザッパーが来ましたね、ザッパーが。でもこれね、ラムライダーをこれの前につけるとね、あれきついと思うんですよ。ゴーストつけてからのラムライダー。おもうこれね、これですね、カウンター。これカウンターデッキです。よいしょ。やっちゃうよ。やっちゃうよ。からのもう一発。おこれは。やっちゃうよ。そして。からに。やっちゃうよ。からの。からのはないですね。これは届かないですね。おい。相手は美味しいですね。これは。これもね、端前にトリトン出して。やるね。これトリトンね、意外と。意外と。厄介なんでね。はい。そうだね、さあ、でもこう余裕がね、あるんで、後ろからね、スパーキーを展開していきますと。はい、まあ、ザップなんでね、なんかディガープラスザップとかでうまくタゲを変えられるとこっちとしては困りますね。なるほど。まあでも32体はゴーストでも殴れるんで、僕は確かにゴースト出しつつ、まあ新体でタゲ取りますね。あ、待って、マスケッティアが、まあでもで、あのマスケットがねやっぱ延命されると結構厄介なんでね、あのトリトンで引っ張りたいなっていう思いがありますね。結構ゴーストがしっかり仕事をしてくれよ。いしょ。でマスケットがまあ優秀と、優秀こっちで多分ザップを打ったからコウモリがね止まんない。あ、ザップが回ってます。でも僕がねこれ必死に頑張ってる間、逆サイ頑張ってくれてるんですよね、彼らが。あれ、おキングが、これキングが行っちゃいそうなんで、こういきます。ワンチャン三子とかぶる。これギャングしかないですね。だから枯渇三子ですね。よいしょ。コツコンね、カテゴリー早い。あ、そうなんですよ。もう竹取った瞬間にもうピューって飛んでいくんで、間にねガスケも間に合わないっていう。そうなんですよね。まあそこはねちょっとジョリトン、あの防衛カードみたいなところあるんですけど、攻めでもねちょっと使えるっていうのがね、攻めトリトンが強いっていうことでしょうか。最近そうです、最近流行ってる理由でもありますね。なるほど。はい。でこのデッキね、多分前にコタが多分動画出してたんですよ。実はね、すぐこいつパクるんで。違う。なんかね、僕が出そうとしたデッキを先に出して横取りしていく人なんですけども。なるほどね。はい。出してるよね、まあ、多分。ガスケル。そう、実はね、まあガスケルンゲ、まあ学校ね、ちょっと僕の若干ファンみたいな顔あるんで。ねえよ。ない。ねえよ。というわけで相手トリティニア出ましたね。でトリティニアとスケは。まあ、最近流行ってますね。まあ、バルーンとかが一般的かな。おーい。で、これはちょっと守れそうにないので、はい、一回守らずに攻めて、キングおられないように、他のカードね、防衛していきます。キングおられないように、まあ、結構しっかり防衛。今のね、6コスぐらいだったんで、なんかね、ユニット
出せなかったんですね。ゴーストとかあってゴーストなんですけど、回さないといけなくて、はい、まあいちいち交換した方が確実っていうのね今。まあ IQ はこれローリングウッドを使いますかっていうことは、つまりザップがない可能性が高い。確かに吹き矢とか入ってて、ちょっとねアウトロー吹き矢のバルーンっていう珍しい、ね、ちょっと珍しいですね。アウトローがまあ厄介ですね若干。まあでも後ろから来るならこっちも後ろから行くよという感じで、まあ、ザップはない可能性がある、はい、まあ、もしかしたらライトニングとかあるかもしれないですけど、後ろからね、はい、多分相手はスパーキーを出されるだけで厄介なんじゃないかなと思いますね。あのガールをねやってくれると超絶助かる、マジで。ガールがね間違い強いんで、でこれバルーン来てもあのこれねラムライダーとコウモリがあるんでね。あヒギ出た、ヒギヒギ後ろバルーンこれの強みはですね、2周目バルーンを回すっていうところなんですけど、もう大きな弱点としてもバレてるっていう、このバルーン、まあ、もう見た瞬間に、うん、ああコスキャイのねっていうの分かってたよ、うん、雪玉もありますねちゃんと。でもこれは丸太雪、確かに丸太雪なんですけど、スパーキーをね処理はやっぱスケルトンでしかこうできないっていうので、相手はこれでもねトリテニアが、うーいトリテニア、しかももう一発入るよこれ、うーんうい気合いの、あ危ない危ない、あの NG ワード言うところだったら気合いの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 、なるほどね。これね結構あの左側ねぶっ込むだけで多分いけますね。相手はもう一回、相手このケツバルンとかしてるじゃないですか、その間でもね左側こうぶっ込んであげるとね勝てる説がありますね。これもいやフォーガムガイガーをつけていくか、よいしょ、でこれを美味しくねマスケとかで守ってバルーン先行しちゃってますね、うん、ああいうねラムライダーに相手雪玉さっき裂いたんでね、これスパーキーがスパーキーがうぃゆっくり引っ張ったな。まあでも相手があの2周目がねちょっといるんでね、これこっちのコリコンが引っ張りそうな予感がしない、しでこれスパーキーちょっと今度はね急に逆サイクっていうおしゃれに、あと400ね長いんですね400がこっちもね中型呪文がないんでね、雪玉で全部削るのは無理っていう。でもまあこの今のスパーキーの前にラムライダーつけるだけで相手苦しゅうございましたよと。吹き矢がね強え、吹き矢プラスウッドで結構守られてる、ね、ここちょっとねあのマスケットの、はい、マスケットを処理されるのが怖いですね。これでもイケイケどんどんだと思うんですよ僕のラッツプラン。いやこれねもう新鋭からいっぱい、まあ、おマスケットはちょっと入ってるぞ。いやマスケットはねそっちがねあんま入っても興味ない。だからこれ、ね、雪玉咲いたっすよね。じゃあ行くわ。うまいじゃんけ、うまいじゃんけと。結構なんか守れそうになかったと思う。結構守られてますね相手に。おで、あれはもうゴーストでね。よいしょ。ゴーストでしっかりやって。そうですね。こうやってしっかりしばくと、これね、一発一応怖いんでね、雪玉で防衛します。完全にね。トリティニア。吹き矢うざいな、これ。吹き矢がね、本当に厄介ですね。延命してくる。で、これはまあスパーキー合わせて、逆サイバルに来てもラムライダーで。ラムライダーが強いですか。よし。おお、外見マスケット読みでしょうか。よいしょ。オッケーオッケー。確かにマスケット読みの攻めトリトン説ありますね。これね、離れてももう一回トリトンに引っ張られちゃうんですね、こいつ。こいつ厄介ですね。そうなんですよね。なんでこの間に引っ張ってあげて。スパーキーが生きている。そう、やっぱスパーキーがやっぱ相手厄介。で、さここで問題は勝ち切る能力ですね。はい。クラロラにおいて引き分けは負け。はい、僕。というわけで。負けかが負けか。まあ、じゃあ引き分けかが待てね、そういうことだね。ってことで勝ち切る能力が大事なんで、はい、こういうところね、あのギャンギャンいきます。これね、うい攻めパーティー、じゃあ攻めコリトン入ってる、入ってる、入っていき、うい、たま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 とか言うなよお前お前が言ったんだろ、たまたまとか言うんじゃねえよ。まあまあまあ偶然ね、偶然偶然じゃない、狙ってましたね、あれで真ん中にね、あのトリトンとか出して、ね、意識をあちらに向けてピュッてね、はい、やめないやろね、チョコっぽいね。そう、あ今何戦した？2。じゃあね、もう一戦いきたいと思います。もう一戦ね、もう一戦ね、もう一戦ね、見極めてください。まあそういう感じですね。まあなんかごちゃごちゃなるんですけど、とりあえず出しとけっていう、はい、とりあえずね、とりあえずスパーキーとやっぱガシか瞬間に逆回いくぐけど、まあここに受けるかもう無視やるかっていうのは大事ですね。なんかスパーキースパーキーして逆サイドね、まあ、例えばホグとか、まあ、ペッカとか、はい、工場バーバレンとかその辺だとトリトンでね、そのスパーキー側に持ってきて対応できるんだね。そこがまず強い。
はいはいはい、逆サイドをそれで受けれる。でもそれ以上に相手が攻めてきたら、あのね、まあ最悪ね、まあ、無視、さっきのように無視して一時交換すればね、はい、そのこっちは結構後ろから展開できる親衛隊とかスパーキー、マスケとかがあるんで、その後ろから展開するあの勝負になった時にこっちの方がちょっと有利になるんですよね、はいはい、なんでさっきみたいな視点っていうのも大事になりますね。勉強になります。まあウッドがないんですけど、アウトローはね、さっきみたいなあのゴーストはね、バシッ芝居系が、そうですね、対アウトローにはまあゴーストがあるっていう感じですね。マッチングしませんね。そうですね、マッチングしないですね。で相手陣地のプリンセスとかがちょっと厄介になるんですけど、そこはねなんかトリトンでうまく引っ張るか、あのラムライダーがね、やっぱあのなんか透明ななんか投げてるじゃないですか。ラムチビがなんか投げてるじゃないですか。あれにプラス雪玉でね、あの、はい、プリンセスを処理するっていう技もね意外とあるんでね、まあ、そういうのをうまく使い分けつつ相性悪いのにもね戦っていきたいなと思います。プリンスってことは、まあ、ペッカとかコカツとか、まあその辺かなっていう感じですね。やるほんで、ダクプリ咲いたので親衛隊のね天敵となるダクプリがいないので、親衛隊登場で、あのメガゴはね、あのこの高めのね位置のマスケットで芝居ってあげます。ちょっとうざめがね、うん、であのマジアチャが多分うざいんでトリトンであの芝けに行きますけど、けど芝けないかも。おい大丈夫、皆さんごめんなさい、トリトン使ったことによって私の人生は終わりました。あー、いやでも左が若干入ってる、ね、落ち着いてマジアチャからパッピング処理していく、ね、落ち着いてね対応するんですけど、ちょ今のね、あの攻めトリトンはあのいやダメです、あの今イケイケどんどんすぎましたね、ちょっとで、ここは多分ダクプリかトリトンとかがいるんで、もしかしたらトリトンかな、これ、あートリトンっぽいですね。おお、そこか、今のね多分キングキッドできるんですけど、まあまあまあ、ノーガメガイキャを変えようと、はい、まあ後ろからアンパイスパーキー出しつつ、これですね、相手が、まあ、メガナイトと多分エレキもいると思うんですね、これいましたね、ピカッと出ました、うん、いましたね。なんでこれに多分エレキを踏みたいと思うんです、相手は。相手はこれにエレキを踏みたい、まあどっちかにエレキを踏むだろうっていうトリトン。だから攻めトリトンダメなんですよ、さっきからね、聞いてる、俺聞いてるって感じです。攻めトリトンはあんまり、あのそのメガナイトのね棒で使いたいね。攻めトリトンは良くないですね、だって攻めトリトンしたらこれ止めれないんですよ、マジで。なんでやっちゃうのっていうね。そうなんですね、あのラット同じ過ちを2回起こすっていう同じ過ちを2回起こしましたね、ちょっと、まあ、これでね勉強したか。そうですね、次からはそれを気をつけて。やべ、もう両方タワーがね、これちょっとマスケットもったいないんで、両方同じがすごい、やば、まあこれも芸術、相手がやったんだな遊ばれてんの俺よしで、ね、ここで、ね、1個折れつつ、 OKOK、 ラムライダーも入ってるね。全然相手スペル雪玉だけなんで、はい、これもうスパーキー出してよいしょ、おこれでね、バーンで、うん、うぃえで、これ相手あのメガネと裂いてるんで、こっち結構バシバシ行きたいんですけど、ラムライダーが回ってねえな。もしや21プランか、21ですね。やそう、1本でこうマスケ出しつつ、いやもう両方守る、俺両方両方、おおほんとだ、よいしょ、エレキ受けるでしょ、おお、ね、守れる、これマジで21プランです、ラッツプラン、うい、やめた、うい、きたー、うい、なるほどね、相手が雪玉なかったんでね、雪玉しかなかったんでね、まあ諦めた試合終了と、あスラムダンクのにわかさん、にわかがっていうか本当にはい、ということでね、こちら最後ね、はい、最後ああいう状況になっても皆さん諦めずにね戦うと、はい、ああいうこともあります、あります、はい、なんでね最後まで気抜かないようにぜひぜひやってみてくださいというわけで、はい、こちらね、ぜひお試しください。お試しください。というわけで、感謝、あ、そして。